平野紫耀、神宮寺んぐゆうたら出演、飛べ、やめじゃに祭り、開催に現実味、チケット争奪戦必死か。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。元キングアンドピンス、以下、キンプリ、の平野紫耀と神宮寺うじゆうたが、 ジャニーズ事務所前副社長滝沢秀明氏が設立したアーティストプロデュース会社とべと契約することが報じられ、ネット上では年末の東京ドーム公演の有無が注目されている。6月18日付のニュースサイト、週刊女性プライムは、平野と神宮寺がとべとエージェント契約を締結し、7月にも正式発表すると報道。これを受けて、 9月末をもって、ジャニーズ事務所を退除する元キンプリ騎士ユータとの合流や、ひいてはンプリとして、現在も同事務所に所属する長瀬角、高橋山を含めた5人での合流を願うファンが相次ぐ事態となっている。とべといえば、5月25日発売の、女性セブン、小学館は、 同社が大阪や福岡など複数のドームをすでに抑えており、来春にも所属アーティストのお披露目を兼ねた大規模イベントを行う可能性があると報道。一方、6月12日付のニュースサイト、東スポウェブは、トベが年末の東京ドームを抑えているとのレコード会社関係者の証言を掲載していた。開催時期は違え。 ど複数のメディアがドーム公演の噂をキャッチしている模様。そのため、気の早い金プリファンの間では、塩く君とジン君の再スタートは、年末の東京ドームかなとえのイベントに元金プリ3人が出たら、チケット争奪戦は必死、といった声が飛び交っています。芸能記者。キスマイ北山博光やインパクト大津王も滝沢氏と合流また、 最近ジャニーズ事務所を去った元 V6 三宅ケニアジャニーズ JR 内ユニットインパクト大勢のほか、今月7日、8月末をもって退場すると発表したキスマイフとニキタヤマヒロミツに関しても、滝沢氏との合流説が根強く囁かれている。現役ジャニーズの中にはトベへの移籍を考えているジャニーズタレントが他にもいると噂されています。 もし近々、インパクト大面退場者が一気に滝沢市の元へ流れた場合、お披露目イベントがやめジャニ祭りの様相とかす可能性もあるでしょう。どうにわかに現実味を帯びてきた戸部のドーム公演。ジャニーズファンにとっての年末といえば、ジャニーズカウントダウンが定番であるが、今後はここに戸部ドーム公演が加わるのかもしれない。